ハレリア、アメン。ハレリア、アメン。ちょっと遅くなってごめんなさい。毎回油すぎって言ってよく分からなかった。サマさん、こんばんは。リトルさん、ハレリア。さっきまで放送してました。吉原さん、九州より帰ってきました。お帰りなさい。アメン、アメン、ハレリア。ちょっと忘れないうちに、この放送が10時に終わるんですが、10時からですね、犬さんのですね、犬さんの花さん、牧師さん、こんばんは。そのうち放送します。10時からリレー放送がありますので、ちょっとありましょうね。ちょっと待ってください。これじゃないな。犬さんの URL はこれかな。はい、犬さん貼りますので、これが犬さんの、URL なんです。あ、犬さん、リレー放送お願いします。よろしくお願いします。犬さんが10時からリレー放送します。また10時前にもう一回宣伝しますので、犬さん教えてくださいね。はい。BGM どうでしょうか。今日から番外編でやります。わお、番外編。第3ハレリア。イエス様はいつも変わりません。イエス様はいつも変わりません。BGM 聞こえますか。BSP だけ信じよう。BSP の方、BGM 音大きいですか。 BGM OK。 アメン、アメン。聞こえます。BGM の人だけ、BSP の人だけを信じるという良い感じ。アメン。BGM の人だけ信じるみたいな。はい。油すぎの種類ですか。いろんな油すぎがあるんですがね。はい。アメン、ハレリア。あ、そういう発言は控えめで。そういう発言、どういう発言だったかな。はい。どんな発言だったかな。忘れちゃった。発言も忘れちゃった。ハレリア、アメン。BSP だけ信じるっていうのかな。BSP だけ信じるっていうのは控えめっていうことね。わかりました。はい。あ、そうそうっていう。気づいてないとこがダメ。はい、アメン、ハレリア。アメン。皆さん、私たちはですね、救われて、今私たちは信仰で歩んでます。信仰で歩んでいます。私たちは、イエス様の言葉によって歩んでます。数の子さん、アメン。私たちは、この世の生き方をしていません。私たちは、神の国の中で生きています。人間には2つの生き方があるんですね。人間にはイエス様をもっと愛したいです。親戚が仏壇のろうそく倒してぼやを起こした仏壇のろうそく倒してぼやを起こした人間には2つの生き方があります。皆さんはですね、人間にはたくさんの生き方があるというふうに思ってるかもしれませんが、そうじゃないんです。人間はたった2つの生き方しかないんですね。イエス様を信じていくか信じていかないかね。神様の言うことを聞くか悪魔の言うことを聞くか、イエス様を信じていくか不信仰でいくかね。精霊に満たされて生きるか、肉において肉に従って生きるか。皆さん、その人間は2つの生き方しかないんです。皆さんはたくさんの生き方がね、10人問いろって言ってたくさんの生き方があるかのように騙されているけど、実は2つの生き方しかないのです。非常にシンプルでしょ。シンプル。2つの生き方。イエス様に従うか従わないか、信じるか信じないか、御霊に従うか肉に従うか、神様に従うか
悪魔に従うか、簡単ですね皆さんね。ちょっとアンケート取りましょうね。はい、御霊に従っている人が1、肉的に従っている人が2、ね、欲望に従っている人が2、自分中心で生きている人が2、ね、精霊に満たされて、信仰で生きている人が1、ね、精霊に満たされて生きている人が1、肉に従っている人が2、欲望に従っている人が2、お金を求めて生きている人が2、ね、自己中で生きている人が2、神様中心で生きている人が1、ね、皆さん人間はたった2つの、ね、生き方しかないんですよ。シンプルでしょ皆さん、すごく分かりやすいんです。皆さん人間にはたくさんの生き方ないんですよ。たった2つの生き方しかないんです。たった2つの生き方ね。いきます。1、2、3。おー、皆さん喜んでください。 35% の人がクリスチャン、 35% の人がクリスチャン、素晴らしいですよ皆さん。 35% もたくさんいたら素晴らしい。日本、リトルさん、ダイさん、アーメン、風の子さん、アーメン。日本には 1% しかいないんですから。 1% しかいない日本で、吉原さん、アーメン。 35% 35% ね、信仰で歩んでる。わお、もう、この放送だけリバイバルですね皆さんね。もうこの放送の中では 35%、クリスチャンですからね。もうこの、日本にはまだリバイバルは来てないけれども、御霊こそ真理です。日本にはまだリバイバル来てないけど、このニコ生放送だけはリバイバルこのニコ生放送だけはリバイバルですね。キュウちゃんの後だけニコ生リバイバルが起きます。まだニコ生はリバイバル起きてないかもしれませんが、この放送の中ではリバイバル。 35% の人がクリスチャン、 35% の人がクリスチャン。皆さん、この放送の中だけリバイバルですこの放送の中だけリバイバル。この放送の中のリバイバルがね、ニコ生リバイバルになり、ネットリバイバルになり、日本のリバイバルにしましょうだけじゃない。あ、本当、この放送だけじゃない。アメン。でも少なくとも 35% のクリシャン、 35% のクリシャン、これはこの放送の中だけでリバイバルです。このね、伝道部屋がリバイバルです。アメン、アメン、イエス様ありがとう、アメン。で、この、リバイバルがですね、広がっていきます、広がってきます。皆さんもう伝道してくださっています。ある方はね、皆さんね、ある方はいろんな掲示板があるでしょ。自殺掲示板っていうのがありましてね、死にたい人が書き込みする自殺掲示板っていうのが2チャンネルとかいろいろあるんですよ。そこにですね、この伝道部屋の情報をですね書いてくれてる人がいるんですよね。そうすると録画、私の、録画がありましてね、その特にその、自殺願望の人が、いいテーマの録画がありましてね、でその URL を貼ってくれてるんですよ掲示板に。そしたらですね、貼るとですね、10とか20とかですね、そのなんて言うんでしょうかね、こうアクセスがあるんですよ皆さん。その人一生懸命、アンデレデンドって言うんですけどね、アンデレデンドっていうのはこうなんかこうただ連れてくるみたいな伝道のこと、アンデレデンドって言うんですけど、その人は掲示板に伝道してくれてるわけですね。アンデレ伝道してるんですね。皆さんもぜひ、皆さんもぜひいろんな形で伝道できます。ブログ伝道、それから、ツイッター伝道、それから、フェイスブック伝道。コニーさんっていう人が、ガーナの人で、コニーさんっていう人が以前この教会に来てたんですね。そのもっと証ししたいです。でコニーさんという人はね、フェイスブックやってるんですが、
そのコンタクト数が5000、もう今はもっと多いんじゃないかと思うんですが、5000、もう3年4年ぐらい前に5000ぐらいあったんですね。レイさんこんばんは。でそのコニーさんはですね、そのフェイスブックでそのショートメッセージをコメントするんですよ。まあ英語なんですけどね。で5000人にボーンっていくわけです、そのショートメッセージがね。これ素晴らしい伝道だと思いますね。世界中に伝道してるみたいな。ですからネットっていうのはいろんな可能性がありますよね。いろんな可能性、皆さんもですね、皆さんのできる領域で伝道できると思います。皆さんこれからネットはですね、まあ、いろんなそのサイトが出てくるでしょうし、いろんなツールが出てくると思うので、皆さんこれからすごい可能性、ネットにはすごい可能性があると思うんですが、それは伝道のために用いるんだというね、ネットは伝道のためだ、ネットは伝道のためだ。ちょっと皆さん言ってください。ネットは伝道のため、大きな声で言ってください。ネットは伝道のため。ああもっと伝道したい。ネットは伝道のため。ネットは伝道のため。アメンアメン。皆さん神様はね、この終わりの時代にネットというツールをくれました。それはね、悪いものを見るためのネットではなくて、ゲームをするためのネットではなくて、伝道するためのネットなんです。ネットっていうのは網という意味があるんですね。網ね。で聖書にですね、ペトロがですね、こう一晩中こう漁師だったから網を下ろしたんだけど魚が取れなかった。イエス様がですねペトロに、そこを下ろしてごらんって言ってですね、こうある場所をね示して、そこに網を下ろしなさいと言ったんですね。でペトロがですね、いやー先生一晩中やったけど取れなかったんですよ、でも、先生がおっしゃるんだからやってみましょうって言って下ろしたんです。ネットを下ろした。そしたら大量だったというね。つまりですね、神様は、イエス様はネットを下ろしなさいね、この網を下ろしなさいということで、今私はニコ生に網を下ろしてるみたいな、ニコ生に網を下ろしています。アメン。ですから皆さんもね、網を投げてください。網を投げてくださいね、大量に魚が取れます。大量に魚が取れますね、ですからぜひ皆さん一緒に、網を下ろしましょう。一緒に伝道しましょう。ネットは伝道のため、ネットは伝道のため、ネットは、終わりの時代の伝道のためなのです。一緒に伝道しましょう。素晴らしい可能性があります。もう本当にですね、ネットのですね、こう進歩はすごいですよね。もうね、昔のパソコンから比べたら今のパソコンものすごいし、ネットもですね、もう昔はホームページぐらいしかなかったのに、今もういろんなネットのあれがありますね。ネットには悪い情報もたくさんありますが、それをネットリバイバルでなくしましょう。アメン。皆さん、神様は全能のお方なので、神様には何でもできるので、神様が私たちにいろんな可能性をくれます。イエス様の皆でネットにある悪霊を断ち去れ。アメン。私たちは、ね、このネットという世界、ネットの世界で伝道できるんだということで、素晴らしい可能性があるんだ、ね、素晴らしい可能性がある。だから私たちは、そのネットで伝道します。そして伝道するときには、人間の力ではなくて、人間の力ではなくて、人間の知恵ではなく、何ですか、何の力でやるんですか、何の力でやるんですか、何の力ですか。イエス様の力。アメン。イエス様の力。神の義、ね、イエス様、そう、油注ぎです。聖霊様の力です。油注ぎです。
ね、油注ぎとなんだというテーマです。私たちは油注ぎで伝道するのです。油注ぎは伝道するための力なんです。油注ぎは伝道するための力なのです。皆さん、この油注ぎというのがこの聖霊派のキーワードです。油注ぎというのがカリスマ派のキーワードです。福音派にない、社会派にない、カトリックにない、この聖霊派だけのキーワード、それは油注ぎです。油注ぎです。油注ぎとは聖霊様からの何らかの力をいただくことです。御言葉はどうですか？はい、御言葉と、油注ぎとは大いに関係があるんですね。大いに関係があります。油注ぎとはクリスチャンが聖霊の働きを認めてこそいただけます。油注ぎとはクリスチャンが聖霊の働きを認めてこそいただけます。油注ぎ、今日のテーマは油注ぎですね。油注ぎは信仰の栄養剤。そうですね、油注ぎは信仰が成長するための栄養ですね。栄養です。アメン。まあ油注ぎといって、まあ私たちは絶えず油注ぎって言うんですが、しかしそれはやはり、体験して分かることなんですが、油注ぎは聖霊の満たし、聖霊の充満とも言います。聖霊とは何ですか？聖霊とはイエス・キリストの霊であり、神の霊ですね。主は御霊だという言葉がありますね。主は御霊、つまりアノイティング・イズ・ガード。わあ、素晴らしい。アノイティング・イズ・ガード、これはですね、油注ぎは神だという、わあ、間違えたのこれ間違えたいいんじゃないですか。アノイティング・イズ・ガード、ダメなんですか？アノイティング・イズ・ガードでいいんじゃないか。スペル間違えた。あ、そう。はい、皆さん、油注ぎは神様ね、そう言っても過言ではないのです。主は御霊という言葉がありますか。主は御霊というのはイエス様は聖霊だということですね。イエス様は聖霊だ、神は霊だということです。まあ、三位一体、父子聖霊は、一人の神だということで、そういうことで聖霊は神様なんです。聖霊様は神様なのです。その神様が私たちの中に来てくださる。Anointing fall on earth。 これは油注ぎが私たちの上に落ちるというね、油注ぎが私たちのうちに落ちるという直訳ですが、イエス・キリストを信じる者に、イエス・キリストを信じる者に与えられる神の霊、聖霊が私たちに注ぐ、油注ぎが注がれ、聖霊が注がれる、これが油注ぎです。油をね、こう昔ですね、王様とか、それから預言者とか祭司を任命するときにこう油を注ぐわけですね。この油を注いだことが任命になるわけです。王様としての任命、祭司としての任命、預言者としての任命で、今日ちょっと聞いたガジマさんのメッセージから聞いたところによると、この、雷病ですね、雷病の人がこの、なんていうんでしょうかね、みんなから遠くこう隔離されてるんですが、この雷病が治ると祭司のところに来て治ったかどうか確認した後、治ったっていうことだったらこう油を注ぐんだそうですね。つまりこの人は、病気が治ったよ、雷病が治ったよっていう、そういうこのなんていう証拠っていうかで油を注ぐっていうのがありましたね。聖霊様は最高っていう聖霊様は最高。はい、そういうわけで油注ぎっていうのはその、まあ雷病が治ったっていうのはなんていうんでしょうかね、雷病が治ったというのは、まあ、罪が許されたという意味でもあるのかな。だから
イエス様を信じて罪が許された人が、まあ、油を注がれるみたいな、そういう感じでしょうかね。でまた神の子として任命される、神の子として任命される、これもまあ油注ぎ、つまり油注ぎというのはとても大事なポイントなんだということですね。そしてその油注ぎ、ちょっと皆さんに一度ちょっと聞いてみましょうかね。皆さん、じゃあ皆さんが今までね、1年2年3年4年学んできた人たちが、皆さんの言葉で油注ぎを説明してもらいましょう。これとても大事ですからね。数の子さん、油注ぎに感謝。はい、皆さんの言葉で説明してください。油注ぎとは何ですか？油注ぎとは何ですか？はい、皆さんの言葉で、説明してください。神秘体験、聖霊の力です。聖霊の祝福、油注ぎによって家族の会話が増えた、信仰生活に欠かせないもの。油注ぎとは聖霊そのもの。稲田幸太郎さん、イエス様の吐息、油注ぎとは神の愛を受けること、ピンポン、祝福されるんだ、油を注ぐことなんだ、油注ぎは十字架の証です。油注ぎのおかげで仕事が好調です。イエス様の力が注がれた証拠だと思います。イエス様の愛を全身で受けること、カリスマ派以外に救いはないのですか？リスナーさんが言ってました。その油注ぎということが大事だということですね。イエス様の素晴らしさが分かりました。油注ぎとは聖霊で満たされることです。油注ぎは十字架の愛を体感する、神の愛です。十字架の血に感謝すること、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。救いはイエス様を信じることです。油注ぎは癒しなどを受け取ること、社会に行って僕は救われますか？油注ぎで何でもできます。油注ぎは神様の愛を体験的に受けること、そうですね、結局信仰とは何かということですが、イエス様を信じることですね。そのイエス様を信じるということによって神様からその聖霊を受けるわけです。聖霊というのは神様そのものと言ってもいいでしょう、まあ、イエス様と言ってもいいんです。そのイエス様が私たちの心の中に来るんです。神様が私たちの心の中に来ます。それがどういう形で来るかというと、霊として来るんです。神の霊として、神の霊として神が私たちの心の中に来るんです。それが油注ぎですね。つまりイエス様を持つ、そして、この、神を持つという、油注ぎと御言葉はどっちを取りますか？切り離せないんじゃないかな。どっちとか切り離せない、非常に強い関係があるからね。リトルさんね、やっぱりその救い、その御霊によらなければ神の国に入ることできないっていうので、やっぱり油注ぎを受けないと救われることにならないんじゃないかと私は思うんですね。水と御霊によらなければ神の国に入ることできないということで、その油注ぎを受けて、やはり救われるんではないかと。つまり心の中に神様が来てくれないと救われない、心の中にイエス様が来てくれないと救われないという、そういうことじゃないかなと思うんですね。ですから、信じることによって与えられる、ね、永遠の命を持つというのは、永遠の命を持つというのは
こう聖霊が与えられて永遠の命を持つ、聖霊を持つことによって、まあ、神の子になるという、要するに御霊によって生まれる、ね、御霊によって、もう一度生まれるということですね。油注ぎを受けることによって神から生まれる、油注ぎを受けることによって神から生まれるということですね。アメン、アメン。はい、そういうわけで、油注ぎというのは、とても大事だということですね。油注ぎはとても大事だということです。はい、はい、もちろん御言葉は大事ですよ。御言葉は大事です。ただその御言葉にその油注ぎがなきゃダメだということですね。その御霊によらなければ、御霊によって御言葉が、油注ぎとして入ってこなければ、その油注ぎがなければ御言葉もこう、なんていうのかな、霊的に理解できないというか、御霊によって初めて御言葉が理解できるとか、そういう感じでしょうかね。はい、それではですね、もうちょっと話をしますが、油注ぎというのはですね、まさにさっきの中にありましたけど、十字架によって与えられるんだということですね。イエス様が流された血、ね、まさにその血を受けるというのは油注ぎを受けるというのと同じではないかなと思うんです。まあ、これは議論があるかもしれませんが、要するにイエス様が血を流された、命を流された、油注ぎを受ける、血を受ける、私たちは命をもらう、御霊が命を与えると書いてありますね。御霊が命を与える。ですから、私たちはイエス様から、イエス様の十字架から命をもらう、イエス様の命をもらう、イエス様のその血を注がれる、油注ぎによって、私たちは生まれ変わる、神から生まれる、イエス様を持つ、ね、私たちは血を、イエス様の血を飲み、イエス様の肉を食べます。それはまさに、まあ、イエス様ご自身と言ってもいいでしょう。神様ご自身、私たちは神を、まあ、食べるって言ったらちょっと変ですけど、神様を食べて、私たちの中に神様が住んでください。ああ大丈夫、リトルさん大丈夫ですよ。私たちの中に神様が住んでください、ね、私たちの中に、神様が住んでください。これが、まあ、油注ぎと言ってもいいでしょう。今日ガジマさんのメッセージ聞いてたら、こういうふうに言ってました。油注ぎは、その自然にない、まあ、その普通の自然界にない、まあまあ、奇跡的なことが油注ぎだというようなことを言ってましたね。つまり人間の力ではできない、自然界に見ることができない特別な神の、力、奇跡的な力、超自然的な力、それが油注ぎだということですね。神様には何でもできるので、その油注ぎによって神様が働く、そういうことですね。そういうわけで皆さん、私たちは油注ぎがなければ、ね、この人生を力強く生きていくことができないんだ。人間の力では、その元気に生きていくことができないんだ。油注ぎによって、イエス様がくださる力によって、イエス様と一緒に歩むことによって、この人生は素晴らしい人生を生きることができるんだ。このいろいろね、試練、困難、苦しみ、問題だらけのこの人生の中で、力強く生きていくためには、イエス様が必要なんだ。イエス様の力が必要なんだ。それは油注ぎという形で、油注ぎという形で、私たちは力強く生きていくことができるんだということなんです。アメン。
なんとなく分かってきましたか。なんとなく分かってきましたか。皆さんがこの部屋でこの放送で聞いてるだけで油注ぎがあるのです。皆さん私のこう言葉を聞いててメッセージを聞いててなんかこう元気になってきませんか。癒されてきませんか。何かこう、ポジティブになりませんか。皆さんこう聞いてて何かこう励ましを受けるでしょう。それが油注ぎなのです。油注ぎなのです。もし油注ぎがないならば、油注ぎがないならばもう1時間も皆さんね、おじさんのメッセージを1時間も聞かないと思うんですね。変なおじさんのメッセージを1時間も聞くなんてことはできないと思うんです。飽きちゃってね。油注ぎがあるから、油注ぎがあるからね、おじさんのメッセージを1時間聞くことができるのです。1時間聞くことができるのはね、油注ぎがあるから。聞いててですね、聞いててね、何か励まされるから、元気になるから、何かこう心が変わるから、思いが変わるから、だから聞いてられるのではないでしょうか。毎晩毎晩です。毎晩毎晩です。毎晩ね、皆さんがその話を、堅苦しい話じゃないな、まあ聖書の言葉、聖書の教えを聞けるのは油注ぎがあるからではないでしょうか。油注ぎのないメッセージは、眠くなっちゃうんだね。こう油注ぎがないメッセージ眠くなっ、なんかこうちょっとつまんないっていうか、元気にならなくて 寝てしまうんですよ。皆さん寝ていません。まあ寝てる人もいるかもしれませんが、皆さん起きています。油注ぎがあるから皆さんは寝ないで聞いてくれてるんです。皆さんは聞いてくれてるんです。油注ぎを受けてるから、油注ぎを受けてるから。あ、寝てる。あ、寝てる人結構いるね。でも寝てて GG って書けますか。皆さん起きてるから GG って書けるんじゃないでしょうね。起きてるということなんです。 GG 書いてる人も起きてるということです。アメンアメン。そういうわけで、油注ぎとても大事だということですね。それで、油注ぎっていうね、言葉はね、意外と少ないんですよね。第一ヨハネの2章第一ヨハネ2章このフレームちょっと読みにくいね。27、第一ヨハネ2章の27。あなた方の場合はキリストから受けた注ぎの油があなた方のうちにとどまっています。それで誰からも教えを受ける必要はありません。彼の油が全てのことについてあなた方を教えるように、その教えは真理であって偽りではありません。またその油があなた方に教えた通りに、あなた方はキリストのうちにとどまるのです。あなた方はキリストのうちにとどまるのです。油注ぎを受けると、聖霊様がいろんなことを教えてくれるんです。誰からも教えを受けることがないっていうのは、まあその教えを受けなくていいという意味ではなくてですね、聖霊様がいろんなことを教えてくれるという意味ですね。聖霊様がいろんなことを教えてくれる、真理を教えてくれる。油注ぎを受けると真理を悟るのです。皆さんが油注ぎを受けるといろんなことが悟るのです。御言葉を悟るのです。神の御心を悟るのです。油注ぎを受けるといろんな神様のね、この教えたいことが分かるのです。油注ぎを受けるとイエス様の教えが分かるのです。イエス様の教えが分かるのです。今どこ、第一ヨハネの2章、第一ヨハネ2章ね。油注ぎを受けると真理が悟るのです。真理が悟るのです。アメン。そしてキリストのうちにとどまるのです。キリストのうちにとどまるのです。キリストのうちにとどまるのです。
油注ぎを受けるというのは、聖霊の臨在の中に臨在があるのです。油注ぎを受けると神の力が注がれるのです。油注ぎがあると神の喜びがあるのです。油注ぎがあると平安があるのです。油注ぎがあると神の愛が注がれるのです。油注ぎがあると喜びが喜びに満ちるのです。油注ぎがあると天国なのです。油注ぎがあると許すことができるのです。油注ぎがあると希望に満ち溢れるのです。油注ぎがあると、油注ぎは僕を自由にしました。自由があるのです。油注ぎがあると自由があるのです。自由があるのです。解放があるのです。油注ぎがあると癒しがあるのです。癒しがあるのです。わお、油注ぎがあると、あ、感謝、感謝に満ち溢れるのです。アメン、アメン、アーメン。そう、油注ぎがあると、イエス様にとどまるという、油注ぎがあると愛し合うことができるのです。油注ぎがあると愛し合うことができるのです。アメン、アメン、アメン。この油注ぎが、油注ぎが一人の人にあれば、その人の一人がリバイバルなのです。この油注ぎが皆さんにあれば、この伝道部屋がリバイバルなのです。この油注ぎが日本にあれば、日本中にあれば、日本のリバイバルなので、なのです。日本のリバイバルなのです。アメン。油注ぎが皆さんにあれば、油注ぎが皆さんにあれば、皆さんがリバイバルなのです。皆さんがリバイバルなのです。アメン、アメン、アメン。油注ぎでとてつもない開放感を得ました。風の子さん、油注ぎで とてつもない開放感を得ました。アメン。あ、だいぶ時間過ぎちゃったですね。イエス様、開放ありがとう。ちょっと英語いきましょうか、ね。ヨハネ15ですね。ヨハネ15、ヨハネ15のここですね。これ何節かな、5節。 I am the vine, you are the branches.If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. I am the vine, you are the branches. 皆さんもちょっと声出してくださいね。皆さん声出してね。If bear much, if a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. 声出してますか？私はブドウの木です。あなた方は枝です。もし人が私にとどまり、私が彼らにとどまるなら、彼らは、たくさんの実を実らせます。私から離れてはあなた方は何もできないのです。私はブドウの木、あなた方は枝です。もし人が私にとどまり、私があなた方にとどまるなら、彼はたくさんの実を結び、私を離れてはあなた方は何もできないのです。I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me,
You can do nothing。 これはどういう意味かというと、まあ、枝ね、枝が当然ブドウの木から離れたら実を結びませんよね、当然ね、切れたらね。で、枝がブドウの木にくっついてたらブドウの実をならすことができます。ブドウっていうのはこう粒々がたくさんできるので、たくさんの実という意味があると思うんですが、イエス様から離れたら実を結ぶことができません、ここでは何もできないと言ってるんですね。つまり、イエス様につながると、まあ、油注ぎがあるという感じでしょうかね。油注ぎがなければ何もできないという、そういうニュアンスです。多くの人が枯れているのは、多くの人が枯れているのはイエス様から離れているからです。信仰がないということはイエス様からちょん切れているということです。皆さんが枯れているのはイエス様からちょん切れているのです。ちょん切れているのです。皆さんが実を結ぶためには、皆さんが実を結ぶためには信仰によってイエス様とつながらなければならないのです。イエス様とつながることによって、イエス様とつながることによって皆さんは実を結ぶなの、実を結ぶのです。実を結ぶのです。イエス様を信じるということは、油注ぎを受けるということです。油注ぎを受けることによって実を結ぶのです。良い実を結ぶのです。たくさんの実を結ぶのです。信仰がなければ何もできないのです。何もできないのです。信仰がなければ何もできないのです。皆さん、イエス様を信じて油注ぎを受ければ何でもできるのです。何でもできるのです。何にもできるんです。何でもできるんです。そうですね。イエス様がからちょん切れたら何もできない。アメン。アメン。アメン。じゃあ明かしタイム行きましょうね。今日の明かしタイム。油すぎを受けた証しタイムスタート。アメン。信仰を持って迎えた新年が今までの人生で最高でした。ハレルヤ。心が軽くなりました。油注ぎで大勝利です。イエス様と一つになりたいんです。韓国を許せるようになりました。元気が出ます。この放送を見ると元気が出ます。ご飯が美味しくなりました。悪霊が出てきました。とてつもない解放感が得ました。イエス様の評価を気にするようになりました。人に優しくなれました。油注ぎで悪口を言わなくなりました。確かに元気が出る。アメン。そこですよ。そこ、初詣に行かないことで油注ぎを受けました。賛美歌を歌ったら油注ぎを受けました。毎日イエス様に感謝しています。油注ぎを受けたら人から愛されるようになりました。イエス様ありがとう。悪霊が近寄らなくなりました。悪霊を見てもすぐに出ていきます。肉の苦痛から解放されました。教会には油注ぎを受けに行っています。油注ぎで気持ちよくなりました。全人類に油注ぎを与えてほしいな。アメン。神社に行ったら気持ち悪くなりました。悪霊です。油注ぎで人生大成功。エルテルには油注ぎがたくさんあります。油注ぎによって元気になりました。家族と和解しました。
油注ぎを受けに LTL に行きたくなりました。この放送でも受けれます。油注ぎで人生変わりました。親が初詣に行くのを止めました。アメン。イエス様を信用できるようになった。親戚に仏壇使用禁止命令出しました。油注ぎで人生が楽しくなった。兄弟姉妹の油注ぎに感謝です。この放送を見てると気分がとても和らげます。油注ぎで家族関係が良くなりました。油注ぎのない教会に行くと苦しくて寂しくなります。毎朝家族で賛美歌を歌うようになった。油注ぎがあるので会社の神棚はいりません。やはりこの時代この放送は必要な放送だと思います。この放送で油注ぎを知った。油注ぎは最高のサプリメント。偶像崇拝やめたいです。油注ぎは神様がどういう方か触れるみたいな感じです。この放送で人生変わりました。油注ぎによって笑うことが多くなりました。もう感謝しかないです。はい、ありがとうございました。フジテレビもキューチャー放送が面白い。アメン。ありがとうございます。ありがとうございました。初めて油注ぎを受けた時涙が止まりませんでした。この放送で声を出して笑うようになった。アメン。油注ぎで暖房いらずになりました。油注ぎで鬱が飛び去りました。油注ぎで鬱が飛び去りました。何をしても楽しい。何をしても楽しい。この放送を見てると笑顔があふれます。アメン。最高です。イエス様ありがとう。アメン。イエス様ありがとう。油注ぎありがとう。油注ぎありがとう。神の力をありがとう。神の祝福をありがとう。皆さん、この世で得られない力、人間的に得られない力、人間の知識や力では得られない素晴らしいもの、それはイエス様がくださる油注ぎです。イエス様が十字架を通して悪い思いが飛び去りました。油注ぎによって悪い思いが飛び去りました。十字架によって、十字架は油注ぎを与えるためなのです。十字架は油注ぎを与えるために、油注ぎを与えるために、イエス様ご自身を与えるために、イエス様ご自身を与えるためのものなのです。イエス様は皆さんに、イエスキリストを信じる者にご自身を与えたいのです。ご自身を与えたいのです。イエス様はご自身の命を与えたいのです。ご自身の命を与えたい。ご自身の血を与えたい。ご自身の肉を与えたい。皆さんに喜びを与えたい。皆さんに神の素晴らしさを与えたい。皆さんを幸せにしたい。皆さんを神の国に入れたい。皆さんを幸せにしたい。イエス様、皆さんを愛しているのです。皆さんを愛してるから。皆さんを愛してるから。皆さんにあげたいのです。愛をあげたいのです。油注ぎをあげたいのです。命を与え、あげたいのです。皆さん、イエス様は、皆さんを愛しているのです。コルトン君が言いました。コルトン君が言いました。イエス様はものすごく愛してるんだ。ものすごく愛してるんだ。ものすごく、皆さん一人一人を、皆さん一人一人をものすごく愛してるんだ。ものすごく愛してるんだ。皆さん、もう天国に行けばわかります。天国に行けば神様がどれほど愛してるか、皆さんをどれほど愛してるか。コルトン君は
ね、それを言いたいのです。それを言いたいのです。多くの人はその愛を知らないのです。悪魔が邪魔して覆いをかけて分からないようにしているのです。しかしイエス様は皆さんを愛しているのです。命を捨てるほどに、命を捨てるほどに、命を捨てるほどに、皆さんのために十字架で死ぬほどに、死ぬほどに、十字架で身代わりで死ぬほどに、イエス様は皆さんを愛しているのです。十字架はその証拠なのです。愛の証拠です。皆さんを愛している証拠なんです。皆さんがイエスキリストを受けるならば、その愛を受けるならば、愛が流れるのです。愛が流れるのです。命が流れるのです。十字架から流れるのです。それが油注ぎ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 です。ですから皆さん受けましょう。今皆さんは受けているのです。信仰で受けているのです。信じる人は受けているのです。信じる人は心を開くならば、元気になりたいならば、その愛が欲しいならば、命が欲しいならば、受けるのです。今受けるのです。今受けるのです。今受けているのです。今受けているのです。十字架から受けているのです。天国から受けているのです。イエス様が注いでくれているのです。皆さんの心を、イエス様に心を開くなら、イエス様に受け入れるならば、注がれるのです。油注ぎを受けるのです。受けるのです。思いっきり受けてください。思いっきり受けてください。思いっきり、思いっきり受けてください。強く受けてください。求めるならば、求めるならば与えられるのです。求めるならば、欲しいならば、素直に、素直に、欲しい、欲しい、ください、ください、ください。受けるのです。受けるのです。受けるのです。アメン。神様を与えたいのです。皆さんを愛したいのです。受けるならば愛されるのです。受ければ愛されるのです。受けないなら愛されないのです。受けるなら愛されない、受けるならば愛されるのです。皆さんが心を開けば愛されるのです。信じれば愛されるのです。皆さん、皆さんはもう受けているのです。今燃えているじゃないですか。今喜んでいるじゃないですか。皆さん、皆さんは今受けているのです。アメン、アメン、アメン、アメン。皆さん、油注ぎ分かりましたね。もう受けてるから分かりましたね。体験してるから分かりましたね。皆さんは今知っているのです。今油注ぎを知っているのです。今体験しているのです。今体験しているのです。今分かったのです。そして受ければ受けるほど、知れば知るほど、もっと欲しいのです。少し持つものはね、なくなってしまいますが、たくさんたくさん持つものはもっと受けるのです。持つものはもっと受けるのです。油注ぎをもっと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 、受けるならもっともらえるのです。ちょっとしかなければなくなっちゃうのです。ネットでもこんなに油注ぎを受けました。ネットでも、ネットでも油注ぎを受けるのです。ネットでも受けるのです。ネットでもね、油注ぎを受けるのです。わーお。だから皆さん、ネットで伝道できるのです。油注ぎが注がれるなら、油注ぎが注がれるなら、ネットでも伝道できるのです。ネットでも伝道できるのです。油注ぎが流れてるのです。流れてるのです。わーお。神様が働いてるのです。油注ぎがあるということは神様が認めてることです。油注ぎがあるというのは神様の資格です。油注ぎがあるというのは神様の祝福なのです。神の恵みなのです。神様ご自身なのです。神様ご自身なのです。皆さん喜びましょう。私たちは目に見えない 神様を、目に見えない神様を油注ぎによって感じているのです。目に見えない神様を油注ぎによって感じているのです。皆さんね、皆さんよく神を見せて、神を見せて、
神を見たいと言ってるかもしれません、その目で見ることはできなくても、目で神様を見ることはできなくても、油注ぎで感じることができるんです。神は霊です。神は霊です。油注ぎによって神様を知ることができるのです。油注ぎで、ああ、神様っているんだ、神様っているんだ、神様は生きているんだ、油注ぎを感じるから、神はいるんだ、わーお、神がいるんだ、神様は生きているんだ、わーおと神様を感じることができるのです。アメン、アメン。油注ぎを感じた人で、ああ、イエス様を信じよう、クリスチャンになろう、罪を悔い改めて許してもらおう、クリスチャンになりたい、救われたい、天国に行きたい、もっともっと油注ぎを受けたい人、アメンと言ってください、アメンと言ってください、アメンと言ってください、アメン、アメン。救われます、救われます、アメン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 。今、アメンと言った方はこう言ってください。イエス様、信じます。イエス様、受け入れます。イエス様、罪を許してください。大きな声で言ってください。もう壁ドンでいいですから、親子でもいいですから、言ってください、大きな声で。イエス様、あなたを信じます、あなたを信じます、あなたに従います、永遠の命をください、油注ぎをください、あなたに従います、あなたに従います。天皇と様、今アメンと言った方々が救われますように、油注ぎを受けますように。油注ぎ、それはあなたが十字架で与えたいもの、あなた自身であり、永遠の命であり、神の愛です。すべての人はこの油注ぎが必要なんです。多くの人はお金を求めていますが、お金ではない、お金ではない、お金ではない、油注ぎが必要だったんだ、油注ぎが必要だったんだ。すべての人に十字架から来る油注ぎが必要なんだ、必要だったんだということが分かるようにしてください。この油注ぎが私たちを祝福し、喜びに満たし、平安にしてくださる素晴らしい、素晴らしい神の恵み、十字架の恵みだということが、リスナーの方々が分かるようにしてください、分かるようにしてください、満たしてください、今満たしてください、今満たしてください。イエス様、求めます。心を込めて、力を込めて、思いを込めて求めます。イエス様、与えてください、満たしてください。もう人生が変わります、奇跡が起こります、病気が癒されます、病気が癒されます。イエス様の御名によってお祈りします。アメン、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 アメン。10時から犬さんのリレー放送があります。見てください。それじゃあまた明日、シャローン、シャローン、おやすみなさい。ありがとうございました。シャローン、平安がありますように。アメン、アメン、アメン、ハレルヤ、アメン、アメン。